これは困った。樹脂は取り外し交換。マキタ充電式草刈り機 MUR189DAZ ほか。マキタ充電式草刈り機 MUR189DAZ。 このコロナ禍で買ったものの一つです。これを使って昨年度は自宅周辺の草刈りを多くするようになりました。比較的安全に作業ができる樹脂刃、タイプの刃も作業をするたびにかけてきて交換の時期となりました。この動画はともかく樹脂刃を交換したいけど取り外し方がわからない。そのような場面に遭遇したので動画を制作しました。この動画が少しでもお役に立てれば幸いです。樹脂刃はマキタから出ている A68323 プラスチックブレード230セット品です。プレートからホルダまで一通りついているので何かあっても大丈夫という思いで買ってきました。このパッケージの中には取扱説明書らしきものが入っていて、これを見れば全てがうまくいくのではと思っていました。ところが、説明書を開くと樹脂刃の取り付け方は書いてあるのですが、現在ついている樹脂刃の交換方法は右側の4行しか見当たらず、しかも樹脂刃本体を外してとしか書いてなく、その本体から外す方法については何も記載がありませんでした。取り付け方は丁寧にページを割いて書いてあるのに、しばらく使った輪を取り外す方法はたったの2行。組み立てたのはもう1年も前なのに覚えてはいません。しかも説明書は紛失してしまったし、インターネットで説明書をダウンロードしてしまう始末。もう少しわかりやすく説明してほしかった、と思います。それでは、早速取り外し方からいきましょう。まず、モーターについている六角レンチを取り外します。六角レンチを取り外したら、カバー付近のくぼみを見つけます。くぼみを見つけたら、六角レンチを差し込みます。六角レンチを差し込んだら、ブレードを回し、引っかかりを見つけます。引っかかるとロックがかかります。引っかかったのを確認したら、ゆっくり回すと簡単に外れます。ブレードを外すとき、カバーについているカッター刃に十分注意してください。次に新しいブレードを取り付けていきます。まずはじめに使っていた刃の方向をよく確認し、刃の向きを揃えながら差し込んでいきます。
そしてもう一つのブレードを差し込んでいきます。次にブレードを本体に取り付けていきます。このセット品にはホルダが全部で4種類付属しています。今まで付いていたホルダの形と比較して同じホルダを探します。同じホルダを見つけたら、ブレードのボルトくぼみ部分に差し込みます。取り付けたホルダが落下しないように押さえながら、本体に取り付けます。先ほど差し込んでいた六角レンチをしっかり支えてブレードを回していきます。回し終えたら最後までしっかり回します。しっかり止まるのを確認したら終わりです。ご視聴ありがとうございました。